ゆうのややさんどうもですカブさん、お疲れ様ですね。今日も頑張ってますね。えジャングル大抵を滑るんですかジャングル大抵好きなんですかどんな風に仕上がるのか楽しみです。衣装もできてきましたね。えキラキラズボンがいいですねえ。北カブさんを楽しみにしてますね。うん。あのちょっとど,どんな感じになるのか、まだ冒険なんでわかんないんですけどね。でジャングル大抵すごいです。実はね、 アニメ見たことなかったんですが、なんか曲が好きだったんで選んだんですよ。で、あの YouTube で調べたらアニメなんか YouTube であって、なんか19話くらいあって今見、今見始めて3話くらい見てますね。面白い、なんか結構面白くて好きですよ。なんかライオンキングにちょっと似てるなって思ったんですけど、でもなんか手塚治虫さんのジャングル大抵の方が先なんですね。うん。でもね、ライオンキングは、あのー、別に、 えだっけど、原作っていうのは手塚治虫さんのこの作品じゃないらしいですね。うん、昔なんか揉め,た揉めたらしいですね。なんかね。手塚さんじゃなくて、他の外野が。なんかそういう風に書いてました。なんか。うん。手塚さんはなんかディズニーファンらしいですよ。だから。うん。はい。カ、え、ブ、ー、さん、お天気観察お疲れ様ですね。なんとなく怪しい感じの空ですね。嵐の前の静けさっていう感じがしますね。日本は土日には寒くなるらしいですよ。 カブさんも嵐に気をつけてくださいね。うん。そうそう、嵐。今回ね、周期的に嵐は来ますからね。今日は、昇降状態で、少し生ぬるい感じで、暖かい感じになりましたね。うん。ブさん、40年前に見つかった化石が、絶滅した腸,腸だったことが分かったらしいですよ。なるほど。350年前の、えー、地層から見つかったそうです。うん。えー、腸とか、えー、蚊に詳しい教授が鑑定したら、 すでに、滅びている新種と判定されたそうですよ。ミスジチョウ族で、この族の化石が見つかるのは世界初だそうですよ。それが日本で見つか,見つかったのが、なんか嬉しいですね。ミスジチョウっていうことは、縦ョウの仲間であり、黒とかあの白の,こう鮮やかの色が、色で少し地味なチョなんですけども、ミスジチョウの仲間が見つかったんですね。 なるほど。うん。でも他にも何かありそうな気がしますね。うん。なるほど。最近この手の話結構多いですね、なんかね。うん、昔のものが見つかったりとか何かね。この前ワインの、エジプトのワインの何かありましたけどね、なんか。うん。えー、サラらレさん、こんばんは。 ベルギーに関しては、日本のようにクマが出没することはないのですね。日本のように高標高の高い山が少ないからでしょうか。日本国内では、最近各地の出没、クマの出没情報が相次いでます。あのね、ベルギーにはね、クマ自体が生息してないと思いますよ。うん。ところがね、狼がいるらしいです。なんか、狼ですよ。狼が数は少ないんですけど、アルデンヌ地方に オオカミがいるっていう噂は聞いたことあります。これは本当らしいですね。まあ、数は少ないと思うんですけど、うん、クマはね、一応ベルギーにはいないと思いますね。うん、いたりして、うん。新しいフリープログラムで使用するジャングル大帝は3年前から温めていた企画だったんですね。え完成熟成して、ついに形になろうとしているんですね。楽しみにしていますあの。特にね、あの温めていたとか、 あのやろうかなって思ってたわけじゃなくて3年前にやろうかなって思ってなんか音楽を編集をしてたらなんか忘れられちゃったっていうねであのなんかそっぽうに置いといたらなんか急にこの曲があったのでちょっと聴いてみたらやろうかなっていう感じなんですよね、うん、結構この曲なんかいいですねうん 一輪車やクラフループはハマるとやっているうちに楽しくなると思うんで、夢中でやっているうちにいつの間にか運動神経が良くなる可能性がありそうですね。幼少期の岡部さんの経験が、その後フィギュアスケートを走るときに大きく生きるって、生きるなって本当に良かったですね。うん。次回の表情練習シーンを見ることも楽しみにしています。ところで、夏は一般的に、一時的に営業中止になりましたが、F.E. 降に関しては通常営業でしょうか あ、でもね、あの、これ、コーリングリンクですよね。うん。コーリングリンクはあれですよ。ずっと、冬中は多分、あの、営業し続けてると思いますね。うん。まあ、次練習行くときは、まあ、継続、まあ、なんか、まあ、大会にね、ちょっと出たいなっていう気持ちもなくはないので、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、ちょっと、まあ、まあ、それはちょっと、こうご期待というか、まあ、うん。ただね、小さいときに、 まあ、あの、何かしらのスポーツをしてた方がいいなとは確かに思いますよ。うん。ちょっとね、うん。はい。そして、我は海の子に関しては、子供たちが歌った声が厳格になってたと思うんで、キーがかなり高めになっていると思います。このため、男性が歌おうとすると点数として不利になるかもしれません。実際に歌ってみないと感覚がわかんないので、実際にカラオケに行ったら、報告コメントを出したいと思っています。ど,どんな感じになるんでしょうかね。 まあでも確かに子供が歌ってるバージョンだと思うんですよね。あの、我海の真面目バージョンは結構後半の方、あの、なんだろう、なんかその戦争的になってきますからね。うん。そのバージョンは多分ない,ないんでしょうかね、ま。3番ぐらいあれかな。 そして日本の学校や会社についてですが通勤が・通学で列車や路線バスといった公共交通機関を利用して自宅から通っている場合でも遅延列車遅延が原因で遅刻をした場合は必ず駅などで遅延証明書をもらって会社,学校会社が学校へ行き 会社の場合は自分、自分で所属している部署の聴取に、学校の場合は、先生に到着したい、速やかに提出することが求められているところが多いです。会社に関しては、電話などでの連絡のみで対象の場合もあって、 証明書の提出は不要なところもありますが、学校の場合は提出が必要なところがほとんどだと思います。知恵証明書の提出をもって本人の過失が原因で遅刻をしたわけではないことが証明され、不利益が被わないように保証されることになっています。 この場合、電車の遅延が遅れた場合は、言い訳だということは常識的にはありませんので、ご安心ください。もし、それでも不利益が発生した場合、会社ならばパワハラ案件で、学校なら学生に対する不当な行為に該当しますので、しかるべき部署に相談する必要が出てきます。ベルギーの会社や大学などに関しては、どういう規則になってますかこれ、治安証明書っていうのはね、ないですね。うん。あのー、 あの多分あると思うんですけど、日本,ベル日本の、日本の遅延証明書って、その場でもらえますよね。こっちってすぐにもらえなかった気がするな。多分だから、なんか申請とかして、結構広まったりとかしないともらえなかったと思う。多分ね。うん。ちなみに僕はこの遅延証明、遅延証明書、あの、通う時も結構並んだりもしますよね。うーん。だからまあ、なんか、ちょっとこれは、それを取るだけでも時間かかるのにっていう気はするけど、 うん、ちなみに僕はあの学校遅刻しそうになった時にあのたまたま電車が遅,遅れてて遅延証明書をゲットしたということがあってあの遅刻にならなかったっていう思い出が悪い知恵があったと思います確か、うん、今思い出しました幾文、うん、館って幾文館高校って遅刻すると反省文10枚っていう決まりがあるんですよでやばと思って遅刻したんですよその時ねあの 遅刻した日があってでその時たまたま電車が遅れてて結構20分ぐらいかな分かんないけどうんで遅延証明書もらってなんとかあの大丈夫だった,ったっていう思い出がありますねうん皆さんもそういった経験ありませんかねなんかあの遅れててあーやばいって思なんか寝坊とかしたりしてやばいとか言ってでそれなんか学校行く時にあの電車も遅れてるっていうことってうん そういった悪知恵はあったりはしますけどえそしてタバコの害は実は主流炎よりも膨らむの方が有害となっています、うん、えこのため児童喫煙対策は健康増進対策のためには必須ということになでもあります平成初期頃までの日本に関してはこのことがとてもおろそかにされていました喫煙所が存在するということは誰かが掃除しないといけないこともになりますが 徹底的に自動喫煙を防止するためには、喫煙所の中から清掃員を募集する必要が出てきます。うん。非喫煙者が、喫煙所の創造者、清掃者さえと言われても嫌がる人が多いと思います。駅やえええ列車内の喫煙ルーム以外でも、喫煙の動きは加速していきそうですね。うん。今、昔レストランとかね、なんか日本のレストランとかって今も禁煙と喫煙所って分かれてるんでしょうかね。なんか、僕が日本にいた頃なんかも、 どん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 と喫煙する場所って減ってってますよね。減ってってるなってのがあったので。ね。今、レストランとかも、喫煙、なんか、あの、おたぼこ吸いますかすいませんかとかって言われて、喫煙のその、なんだ、場所と分かれてたりもするんでしょうかね。これもだんだんなくなってきてるのかな。うん。ベルギーは、ベルギーは多分、喫煙、食事中に喫煙をしていけなかった。 全体的にちょっと忘れあでもね食事中に喫煙してる人はねどのレストランにもいないかもしれないうんだから多分ねあの多分ベルギーはあの喫煙ルームとか多分ないあ喫煙ルームあったとしてもその食事しながらタバコを吸えるっていうそのなんか吸いたい場所がないと思いますね確かに今思い出しましたけど多分うん はい。そしてもう一度です。プロジェクト X のテーマ曲は地上の星が使用されて、エンディング曲はヘッドテールライトという曲が使用されていて、どちらも中島みゆきさんの曲です。来週春からはどんな曲が使用されるのか、とても気になるところですね。えー、プロジェクト X の、えー、放送が終了してから再放送される機回が結構あったことと、DVD などで発販売をされていることもあり、結構身近な存在です、ね。そう、地上の星ですよね。2ーバー目とかやってましたよね。 うん。この後半のヘッドテールライトっていうのはちょっと知らなかったですね。多分聞いたことはあるかと思うんですけど。うん。ね。うん。という感じで。 えー、さやかいさんも言ったです。練習お疲れ様でした。えー、つゆに我は海の子の衣装が完成ですね。曲のイメージにとてもマッチした衣装に仕上がりましたね。ここまで来るのに色々と大変だったと思いますが、つゆに形になり、今年の夏にカブさんご自身が自分に課した夏の課題もクリアとなります、なりますね。えー、ここまでよく頑張ったと思います。 衣装を着て演技してるシーンも楽しみにしています。ね確かに、でも6月頃からあのね、始めて8月とかにはできるのかなって甘く見てたら、もう10月半ばになっちゃいましたね。しかもまだ、えー、この衣装を着て演技してませんので、多分11月、12月。まあ今年の冬は多分このファイナルプログラム、この曲で多分ずっと行くと思うんで、おそらくね。うん。とまあ、あれかな。うん。結構だから意外と時間がかかったなっていう感じで。うん。 割れ指は本当に難しかった。うん。でも最近ね、ようやくね、やっぱり毎日というか、まあ、時々でこう定期的に滑っていることもあって、体が自然に曲が始まった瞬間動けるようになってきましたね。もう最初の子なんて、あれなんだっけなんだっけっていう感じで、全然もう、もう、おいしょおいしょっていう感じでしたからね、本当に。うん。 藤原うま子さん、どうもです。カム君、陸上フィギュア公開練習、ありがとうございます。最近筋肉つ,つきましたね。え、軸作り安定していきますね。あの、限られた空間の中で怪我をしないでね。スピンもいいですよ。できるものほど、えー、本番前に練習したもの方がいいのよね。なるほど。うん。カム君の真似っこしました。さあ、我は美の子。出だしがいいですね。え、5分間の、プログラム、体力との勝負ですね。え、れをシークエンス、綺麗でした。 よく動けてますよ。今日はちょっぴり体固めかな笑ってごまかしていたけど。でも、乾ったわ。余裕が見えましたよ。うん。裁縫男子、衣装完成ですね。おめでとう。来てほしいけど、お預けですね。楽しみにしてますよ。うん。カム君毎日。ありがとう。またね。あのね、そう、そう、これはね、音楽を着て、ちょっとお披露目したいなと思うんですよね。あの、ザラザラのところがね、あるから、まあ、あの、あのスライドするときなんかどうなのかなってちょっと思うんですけどね。 うん。そう。で、この日はね、まあ、体がちょっと固めで、固めだったり、ちょっと笑ってごまかしたりっていうのはあるんですけどね。うん。そうそうそう。あ、そう。だから、あの、結構ね、まあ、陸上フィギュアに関わらず、いろんなことって、あの、いつもできてんのに、できてるものっておろそかになっちゃったりして、本番なんか、あれって急に思い出せなくなったりするっていうのはありますよね。うん。僕だけかな。うん。はい。ってな感じで、これで、 終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。